海を舞台に行われているイベントや取り組みを紹介する海と日本プロジェクト in 佐賀。さあ今回はこちらです。この夏、唐津市役所や唐津南高校などなど県内外各所にペットボトルキャップの回収ボックスが設置されました。この行き先は唐津市の北側、呼子港からフェリーで20分の小川島です。海と共に生きる島の人々にとって海岸に流れ着く海洋プラスチックごみは悩みの種。自分たちで解決できるものでもありません。小川島の子どもたちは以前よりこの海洋プラスチックごみについて考え、ごみを拾ってプラスチックのリサイクルを勉強してきました。自分の大事な島の海なので、こんなゴミで埋もれていくのは嫌だなって思います。一番多いのはプラスチック類で60何パーセントぐらいもあります。去年は自分たちで考えて、そのプラスチックを使ってキーホルダーを作ってました。今年はペットボトルキャップを使ったタイルアートを作ることになりました。ペットボトルキャップは海岸にたくさんあります。より多くの人に海ごみのことについて知ってもらいたくて、島の外の人にも発信していこうということに決まりました。こうして動き出したのが小川プロジェクト。自分たちでペットボトルキャップの回収ボックスを作り、島内はもちろん唐津市の離島をはじめ県内外各所に設置。集まったキャップは合計で 230kg、 およそ16万5千個に上りました。プラスチックタイルは砕いたペットボトルキャップを溶かして金型に押し込んで作ります。 NPO 法人唐津ファーム&フードの人たちが協力してくれました。この日は小川中学校の文化祭、タイルアートの完成披露の日です。デザインは昔捕鯨が盛んだった小川島ならではのクジラ。最後のピース、クジラの目が入れば完成します。クジラオブジェの最後のピースをはめるのは堀川海人くん。それでは堀川海人さん、最後のピースをお願いします。最後のピースもなんとかはまり、素敵なアートの完成です。このクジラのタイルアートを見た人に海を守りたい、きれいにしたいと思っていただけたら嬉しいと思います。小川島の子どもたちの思いが世界中に届くといいですね。海と日本、見てくださってありがとうございました。ツイッター、インスタグラム、チャンネル登録よろしくお願いします。